キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。果物工場を取り返せ。楽しいね。うわ、気をつけて。うわ、怖そう。あんなにたくさんの果物を一輪車で運ぶつもり？マジックティアーズジェリーズ。To be a healthy baby, stronger than a lion. Listen to the advice of Hammy the clownTry to eat an apple or a tangerine. Take care of your teeth and your tummy too. Always eat some fruit. 5 portions a day. Pineapple, bananas, strawberries and cherries. You'll love them, you will see, cause they are natural sweets. わあ、全部食べちゃったのね。1週間はベッドから出たくない。あれ、風車の調子が変。ナンシー、ちょっと行ってどうなってるか見てきて。私が行ってもいいけど、すごく疲れちゃって。見て見て、飛べてるでしょ。あ、一応。の調子がおかしい。もしかすると風の強さが。いや違うね、甘さが足りないんだ。そんなことないわ。絶対そうです。見てて。ナンシー、は写真撮ってもらえる？フッティフルティジェリーズってば、いたずら好きなんだから。いいこと考えた。この網で全員捕まえて果物の木に戻すのよ。私はお昼寝しなきゃ。ほらね、問題解決。もうちょっと信用してくれない？風車はいつも通り動いてる。そうは思えないわ。レーダーを見て、いつもと違うものが映ってるじゃない。ポム、何か触ったんでしょう？何もしてないってば。まあ見てて、絶対に直せる。心配いらないわ。ジャムさえあれば大丈夫。ジェリーズはジャムが大好きなんだもん。瓶を開けたら絶対中に入るから。アロハ。ダムダム。ナンシー、ブーケ作ってるんだけど手伝って。うわあ、助けて！レーダーがまたちゃんと動き始めたよ、アンジー。だけどゲートの消毒ミストがなんでか大量に減ってるのよね。何があったのかさっぱり。そう、わからないよね。元気出してナンシー、あなたのおかげですごくよく休めた。これでジェリーズを捕まえに行く計画を立てられるわ。大変だ、果物工場がジェリーズに乗っ取られた。嘘でしょ、どうすればいいの？ナンシー、ちょっとどこ行くの？うわ、何よこれ。あれは？ピヨピヨ。ナンシー。ナナ？ジェリーズが音楽の魔法にかかった。信じられない。いいこと考えたね、ナンシー。ブラボー！やったね！すごいだね、ナナ。ありがとう、ナンシー。あなた最高よ。
ね、ちゃんと直したよ。結局あなたが言った通りだった。さすがポム、最高だわ。この香水にはいろんな果物の香りを入れるの。いちごじゃないし、バナナは入れたし、そう、オレンジ、もっとオレンジを入れよう。大丈夫、トゥッティフルッティは1の香りの名人よ。ナンシーったら不器用なんだから。なんだっけ、完璧、いろんな果物の香りね。名付けてトゥッティフルッティパビューム。ダメ、ベイビーたち専用よ。ランラ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 ンラランラランいい匂い。なんなの、私も欲しい。トゥッティフルッティパフュームよ、私が作った香水なの。何このいい匂い。トゥッティフルッティパフューム、つけたいから少しちょうだい。ちょっと私が先よ。私よ、それがもう残ってないの。嘘でしょ、こんな素敵な香りなのに。名人を逃がしちゃダメ。待ってよ、匂いが消えちゃう。見つからないと思って来たの。こっちから匂いがする。逃がさないで。こっちへ来る。かくまって。任せて、考えがある。できた。早く隠れて。ありがとう、ボクシー。静かに。来たわよ。あ、なんでここにバスタブがあるの。ペットたちをお風呂に入れるの。トゥッティフルッティパフュームの匂いがするけど、私かな。ちょっとやめて、匂いを追えなくなっちゃう。グレイスは探してるの。彼女の香水は。グレイス、誰だっけ。グレイスなんて知らないわ。翼の広場を見てみた。なるほどね、行ってみよう。ありがとう。私もケーキを持って行こうかな。どうしよう、翼の広場へ行ったらすぐに私がいないのがバレて、また探しに来るわ。大丈夫、っていうかみんなにトゥッティフルッティパフュームを作れば、みんなに作ってたら何日も何週間もかかっちゃう。手伝おうか。それなら一日でできるかも。早速トゥッティフルッティは行こう。まずメロンを3滴ね。それからバナナ1滴だけよ。美味しそう。香水の味がする。当たり前でしょ。うん、もうちょっと足してみようかな。この匂いじゃない。どうだっけ。ねえ、来ちゃう。香水はできた。最悪。桃とぶどうとメロンのエッセンス取ってきて。大変、香水が作れない。ナンシー、作り方覚えてる。ピュ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 。あなたが作ったってどういうこと。あれは私の。わかったわ、あなたが作ったのね。助けてくれる。みんなが香水作るなんて見たことないわ。すごいチームワーク。ナンシーの香水はトゥッティフルッティワンで一番。グレイスがいたわ。あなたの香水は最高。ほんのちょっとでいいからくれない。すっごくいい香り。ごめんね。
ね、ナンシー。助けてくれてありがとう。マジックティラーズジェリーズ。私のクティフルティパフュームよ。まだつけてないんだってば。大丈夫、好きなだけ作れるわ、うん、ナンシーが作り方を教えてくれればね。今年のコンテストに出すイチゴなの。優勝は間違いなしね。絶対そう、立派だもんね。立派といえばこれを見て。うわー、かっこいい。お家と同じ大きさだ。太陽と同じ色だしね。3年連続で優勝してるから、もちろん今年も優勝するつもりよ。見せてあげようか。自撮りしてもいいわよ。奇跡でも起きなきゃ私のイチゴは勝てないわ、うん、奇跡は魔法みたいなもんだよね。ああ、魔法がたくさんある場所はどこ？ファンタジーマウンテンだよ。行こう。ティナ、力を貸して。いらっしゃい。私たちイチゴを大きくしたいの。ご心配なく。まあ落ち着いて、望みを叶えてあげる。魔法の美味しい肥料。上、猿の足の匂いだ。上、ひどい匂いだね。ええ、これを二つまみだけ与えて。やりすぎると恐ろしいことに。驚かさないで。ありがとう。行こう。魔法の肥料をあげよう。一つまみ、二つまみっと。え、そんなんじゃ少なすぎるよ。貸して。でも、ティナは二つまみって。二つまみじゃ大きくならないよ。でもやりすぎると恐ろしいことになっちゃうんだよ。人の言葉を全部信じないの。こんなにかけちゃった。うん、多いほどいいの。大きくならないよ。魔法が効かなかったとか。うもう寝ようっと。ああ、そうだね。じゃあおやすみ、果物ちゃん。うわ、びっくり。どうなってるの？おはよう。え、今年の優勝は決まりだね。イエーイ。待って、どうやって運べばいいの？コンテストの会場はビーチよ。そこまでイチゴを持ってかなきゃ。とんでもなく大きすぎてびくともしないんですけど。少しは動いたような気がする。ティナが言った通りね。恐ろしいことになったわ。これを運ぶのは無理。ごめんね。何でも少なすぎるより多すぎる方が好きなんだよね。ファンタジーを呼んでこよう。二つまみだけって言ったでしょ。ポムのせいなの。もっと強くね。これで精一杯。こんなの無理。この巨大イチゴを動かすにはかなりの力が必要よ。うん、いいこと考えた。手伝って。笑いすぎて涙が出ちゃうわ。いい？チェリーズにイチゴ運ぶのを手伝ってもらうためだからね。マジックティアーズチェリーズ。頼むよチェリーズ、押して。行き先をちゃんと言わないから。ジェリーズが言うことを聞かないの。大変。このままじゃコンテストに間に合わないよ。発表します。めっちゃちっちゃい果物賞はグレース。お待たせしました。次は今日最後の賞、めっちゃ大きい果物賞です。変ね。エラはどこ？コンテスト楽しみにしてたのに。仕方ないわ、負けるって分かってるから来なかったのよ。ミアが優勝しちゃう。心配しないで、ジェリーズならきっと間に合う。そうだ、音楽でやる気を出させたら。さあジェリーズ、盛り上がっていくよ。今年のめっちゃ大きい果物賞は、私を、私の名前を呼んで。はーい。遅れちゃってごめん。うわ、びっくり。めっち
き果物賞はエラのイチゴ。おめでとうエラ、10点満点よ。素晴らしいイチゴだね。わあ、助けて、ダメー、イチゴが暴走してる。イチゴがぐちゃぐちゃになっちゃった。落ち込まないでエラ。実を言うとファンタジーの力を借りて魔法をかけたの。ショーはピアノ。ショーのことなんてどうだっていい。それよりもこんなに量があったらたくさんデザートが作れるわ。アイスクリーム作ろう。私はケーキ。するわ。それにこの暗いジュース美味しすぎる。もう一杯おかわり。おかわり？でももうないのよ。どうして？あなたが飲んだから。暗いジュースのないトゥッティフルティーワンなんてありえないわ。これってボトルのないベイビーボトルダニみたい。何？ジュースがないならみんなで作ればいいんだよ。みんなで？やった。あの果物工場で私たちもジュース作りを見られるの？もちろんよ。わーい、どうやって作るのか知りたい。おう、よし。おー、入って。ここは消毒スペースよ。消毒完了。わー、あれが丸い天井。わー、これがコントロールモニター。わー、そしてこれが、はあ、果物の甘いいい匂い。わー、ついてきて。ほら、後でお掃除しなきゃ。わー、そしてこれがお待ちかねのまぜまぜマシーン。見たい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 。使ってみたいわ。どんな果物を入れてもいいの？果物は目が回らない。このマシーンをくれる？いいよ。いや、これはあげられないけど、みんなで暗いジュースを作ろう。まずどの果物を入れるか決めなきゃね。バナナがいい。いいえ、ブラックベリー。ダメ、リンゴ。バナナだよ。リンゴがいい。ブラックベリーだ。だったら全部入れるのはどう？待って、歌いながら混ぜるとジュースが美味しくなるんだよ。 First the banana to have a better week, then the blackberryAlways tasting sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juices, why? もう一度。 First the banana to have a better week. Then the blackberry. Always tasting sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juices forever. Why? これでよし。じゃあ混ぜ混ぜしよう。私にやらせて。もちろんだよ。飲んでみましょう。この味ってなんだかチェリービーンズの雲みたい。それにキャラメルの虹みたい。これ、おいしい。本当に最高。感動しちゃって涙が出そうだわ。マジックティアーズチェリーズ。いたずら好きなの。だから果物工場の中には入れないっていう決まりがあるの。ダメ、こら、捕まえた。待ちなさい。ダメ、果物を取らないで。返して。トゥッティフルッティワンが好きならもうやめて。そうだ、ナナ、これくらいで済んで
じゃあ外に運びましょう。さあ二人とも頑張って。さあその調子よ。頑張れ。やめて食べちゃダメ。お願い食べないで。ジェリーズが逃げる。待て。ちょっとあっちに逃げた。戻ってきて。いた。逃がさないわよ。ダメダメ。ほら。カニの方へ向かってる。ダメ。そっち行かないで。どうしよう。ジェリーズはどこに行ったの？大変なことになったわ。続く。
逃がすのはダメよ。凍らせるのはどう？そんなのかわいそうよ。その子たちはトゥッティフルッティワンに連れて帰ろう、うん、私もイチゴの匂いが恋しい。戻ってきたけど、これからどうする？ゼリーズを自由にしよう。絶対ダメ。ジェリーズがまた谷へ逃げたらどうするのよ。もう悪いことはしちゃダメって分かったよね、ジェリーズ。あっピー、分かったって。袋を開けて。パピーチョコラテ。見て、木にネックレスがぶら下がってる。あの木はカップケーキよ。私たちが好きなものだわ。この木最高。私のお庭に植えてもいい？オレンジ味ね。トゥッティフルッティワン大好き。おー、ジェリーズがいてもね。最悪、汚れた靴下みたいに臭いんだもん。ああ、おう、痛い。大丈夫？私はね。でもお尻はいいえって。マジックティアーズジェリーズ。今のは笑っちゃった。でも一歩間違えれば怪我してた。誰かが生ゴミ入れに捨てなかったせいよ。きっとその子の仕業だわ。見て、いっぱい落ちてる。追いかけてみよう。川を追いかければ誰が捨てたかわかる。うん、やっぱりあなたがバナナの皮ポイ捨てやね。何それ、ポイ捨てよ。どうしたの？私はナナよ。名前は知ってるでしょ。私が転んだのはあなたのせいよ。皮をポイ捨てしないで。じゃないとみんなが転んじゃうわ。ごめん、バナナを食べると美味しすぎるから他のことはつい忘れちゃうの。ナナ、そんなにぼんやりしてちゃダメよ。この綺麗な景色を守らなきゃ。でも川があった方が素敵かも。はい、ルイルイ。ジェリーズも楽しそうだわ。じゃあね、私はおやつを食べに行く。冗談じゃないわよ。このトゥッティフルッティワンでバナナの皮で転ぶ事故が二度と起きないように私が何とかする。あー、いった。おいしそう。アイスクリームは？そうよ、バナナをアイスにしよう。ああ、今度こそ絶対よ。あ？そうだ、バナナジュースにしたら最高。食べてみて。あれ？はい、みんな、バナナの皮にはもううんざり。ナナはバナナしか食べないの？私が助けてあげる。この魔法の玉によると、また誰かが転ぶ前にナナは心を入れ替える。それっていつ？私、こんなのはもううんざり。それはまさに今よ。とても恐ろしいことが起きるわ。ナナダメ。皮は生ゴミ入れに入れてって数えきれないくらい言ったでしょ。そっか、忘れてた。誰かが皮で滑って転ぶかもしれないよ。あなたは心配しすぎ。わー、何も見えない。わー、すごく惜しい。世界記録を破れそうだね。助けてあげようよ。ダメ、ナナには反省してもらおう。クモさん元気？あれは鳥？飛行機？あれはナナよ。ごめん、どうせぶつかる。
の川は危ないって分かったはずね。確かに魔法で助けるわ。わあ。ピッタ ー, わー。アイスクリームも滑りやすいでしょ。うん、あ捕まえた。ごめんねピア、もう川をポイ捨てしたりしない。これからは絶対に忘れないわ。すごく危ないもん。そうだ、見てくれる？川でずっと滑ってたらスケートがこんなに上手になっちゃった。はーい。あー、ピア面白い滑り方ね。一番上手に滑った人が優勝よ。バナナはこんなにある。スケートし終わったら川をどうするかわかる？生ゴミ入れよ。遅れてるよ。おはよう。消毒完了。いい匂いね。頑張ろうと。何も確かめずに警報を止めちゃった。どうして警報が鳴ったの？こんなのおかしい。果物がもうないってどういうこと？あなたも気づいたの？ええ、もちろん。って何を？ここに果物がないこと。ずっと雨が降ってないから木が枯れちゃいそうなの。大変！だったら今すぐみんなを集めて話し合わなきゃ。おかどいきとおか。さてと、まずは私から話すわね。雨が降らない原因を突き止めるために調査チームを作るっていうアイディアはどうかしら？うん、賛成！もしこのまま雨が降らなかったらトゥッティフルティワンからクライジュースが全部なくなっちゃうわ。今すぐ何とかしなきゃ。もう待ってるだけじゃダメ。だったら何かやろう、何かやろう、何かやろう。でも踊ったって何も変わらないわ。こんなことしても雨は降らない。何？よく聞こえない。おしまい。頑張ったわね。ねえ大丈夫？空を見て、雲を呼び寄せたわ。でもそんなことありえる？雨乞いで雲を呼んだわ。雲は呼べても雨はまだ降ってないけど。くしゃみの粉を打ち込んでくしゃみをさせてみましょう。すごい作戦だね。この大砲でくしゃみの粉を発射する準備ができた。いい？カウントダウンを始めるよ。10、9。くしゃみの粉？はっ、それでうまくいくの？7、6、5。待って。4、うっ、ん、あっ、うん、ほらみんな、この調子で頑張ろう。ウィーブト、ウィー。これからダーダが雲が鳴いちゃうようなとっても悲しいお話を聞かせてくれます。雨が降らない、雨が降らない。ウィー。こら、そこで何してるの？ちょっとそれを返して。雲も笑い泣きしてくれるかも。笑ってる間に果物の木は枯れていくのに。マジックティアーズジェリー。
全然ダメね。当たり前よ、こんなことで雨が降るわけない。どうしてもっと早くそう言わなかったの？言おうとしたけど、みんながすっごく張り切ってたから正直な意見なんて言えなかったの。今はあなたの意見を聞きたいわ。空に雲はあるけど灰色じゃないし、畑から遠い場所にあるわ。わかった、問題は風がないことよ。風があれば雲を湖の上に動かせる。湖の水を吸い上げた雲を畑の上に動かして雨を降らせるのよ。でもどうやって風を起こすの？そうね、あれよ、果物工場の風車で雲に風を送ればいいんだわ。賛成、風車にエンジンをつけよう。決まり、そうすれば強い風を起こせる。今度こそ絶対うまくいくわ。このボタンを押して風車が猛スピードで回るよ。メル、あなたが押すべきよ。あんなに一生懸命やったんだから。には何でもあるわね。うえ、ナナ、さっき塩を渡したでしょ。塩味のフルーツパイ、まずすぎる。お料理ってすごく楽しい。みんなのためならもっと楽しそう。ひらめいた。ごちそうするのはどう？ファンタジーたちに、ベイビーボトル谷のみんなにも。シェフは私よ。そんなのずるい。じゃあ私はお皿を運ぶ。フルーティーレストラン、お手紙です。今のは誰？あ、手紙だわ。誰からだろう。ツッティフルッティワンでの食事会に皆さんを招待します。やった、お腹いっぱい食べようね。イエーイ。ねえナナ、果物工場から果物を持ってきたよ。ありがとう。一番乗り、やった。怪我はないわ。ようこそ。アンジー、お皿を運んで。まずはサラダです。おいしそう。これまで食べた中で一番のフルーツサラダだ。ボクシー、勝手に手で取らないで。手を洗ってなかったよ。最悪だったらこれもう食べない。待ってて、すぐに新しいサラダをお持ちします。私もおかわり。ボクシーがグリフのを食べたから急いでもう一皿作って。手は2つしかないのに。お客様が料理を待ってるのよ。私がシェフだったらすぐに作れるわ。なんですって？どうぞ。サラダはもうすぐよ。私がウェイトレスならお皿を落とさない。本当？じゃあ今からあなたがお皿を運んで私がお料理する。すみません、果物じゃなくてカップケーキが欲しい。カップケーキはないの。なんだがっかり。そうだ、ドリーミー、この果物をアイスクリームに変えてくれない？わー。気が変わったわ。やっぱりフルーツサラダがいい。シェフにそう伝えます。ちょっといい？私、果物はきっちり2センチでないと食べられないの。ケチャップかけて。果物にケチャップ？これもかけて。ケチャップもね。私の料理がめちゃくちゃよ。かわいそうなアンジー。このアイスクリームにチョコをかけたらもっとおいしくなる。ここにチョコはないわ。私の家にあるわよ。谷に行って取ってこいって言ってるの？よろしく。おいしいけど、そう、クリームが足りないわね。クリームはないわ。なら私の家にあるよ。はいはい、取りに行けばいいんでしょ。す
すごく美味しいけど、サクサクのウエハースがあればもっと完璧になる。ここにウエハースなんてないわ。うちにあったってもう取りに行かないからね。すみません、私のデザートはまだ。そう、いつまで待たせるの。お腹すいた。かわいそうなナナ。お腹すいた。お腹すいた。それを運ぶのも大変ね。料理するのも大変。感謝の気持ちをみんなに。うん、ちょっとマジックティアーズゼリーズ。すっごく楽しかったと思わない？二人だけで料理してた時は。いい？こうなったらもう甘い顔はしない。フルーティーレストランだもん。やめなさい。食べながらおしゃべりしない。ナフキンで顔をきれいに拭いて。テーブルに肘をついちゃダメ。手を洗ってきなさい。お行儀が良くなったわね。もう食べ物で遊ばないでね。調子に乗っちゃった。ごめんなさい、許してくれる？謝りたいから今度はあなたたちにご馳走する。ちょっぴり足りない。ハチミツかけたら？ハチミツはないんだ。そうだ、コニーの家にあったわよ。これでもないわ。違う違う、ダメ。世界一のアイスクリームケーキにぴったりの果物はなかなか見つからないわね。はあ？おー、あ、あれ、ナナ、あなたラッキーね。あなたのそのバナナで世界一のアイスクリームケーキを作ってあげる。わあ、フルータスティック、ありがとう。そんな風に言ってくれてすごく嬉しい。マジックティアーズジェリーズ。そのバナナ残しておいてね。ウィーピッピッタリピッコリコトロピカルスメル、グートロピカルトロピカルトロピカル、ギャーアップアップアップ。バナもいなくなってた。じゃあバナが取ったのよ。バナナを独り占めするために。嘘でしょ、バナはトゥッティフルッティーワの泥棒だってこと？私のイチゴが、私のスイカ、私のオレンジは無事かしら？待って、バナは果物を盗んだりしない。ケーキはもう無理ね。諦めないで、ケーキは作れるわ。バナを見つければいいのよ。どうやって見つければいいの？本当にバナが取ったと思うの？
じっくり調べないと。何かあったのかも。バナー！ あれ手がかりよ。見て、ここにも川がある。これはきっとあのバナナのだわ。急いで手がかりを追いかけよう。見て、また川があったわ。見て、そこにも川がある。バナったら全く。ここなら絶対に見つからないわ。バナも私のイチゴを絶対見つけられない。果物到着。バナがいつ現れるかわからないから静かにしてね。バナは泥棒じゃないわ。そうに決まってる。バナを捕まえればはっきりするわ。あー、泥棒が来た。さあドリーミー、あなたの出番。うん、うん、ふん。あなたたちそこで何してるの？あ、私のバナナよ。泥棒はバナじゃなかったのね。ほっとしたわ。ジェラト。だったらバナはどこ？バナナを返して。泥棒は。もうジェリーズは工場には入らない、そういう決まりでしょ。あれ、バナ。バナごめんね、果物泥棒だと思ってた。許してくれる？許すって言ってる。ババこれでアイスクリームケーキを作れるね。バナが最初に食べなきゃね。この湖の水は香水にぴったり。水を汲むのに時間かかる？すぐ済むわ。この瓶に水を入れるだけだもの。なんか違う、ピンとこない。ああ、まだ終わらないの？あっ、大丈夫。瓶を取られた。みんなで瓶を取り戻そう。すごく時間がかかりそう。太陽の観察って面白い。ずっと輝いてるわ。書いて。あれ、どうしたんだろう。あれ見える？私たちも行かないと。アプロディプロディ。そんな遠くに行っちゃった。私にいい考えがあるの。やっぱり思った通り、湖の真ん中にいる。フォクシー、魔法の本で船を書いて。わかった。かけた。すごい、これで瓶を取り戻せるわ。すごい、いい作戦だね。メル、心配そうね。いい作戦だと思わないの？それは、メルはいい作戦だとは思ってないよ。瓶はすごく遠くにあるし、この船は危なそう。メルの言う通りだ。確かにそうね。瓶を取りに行けば怖がりさんじゃなくなるわ。怖いことなんて起きない。私泳げないの。大丈夫、船を漕ぐだけだから平気なんだ。頑張って。なんでこうなっちゃったの？え、船が沈んでる。はっは。ビンだわ、これで岸に戻れる。こっちのパドルはないの？助けて。ねえ、沈めない。メルが呼んでる。遠すぎてメルの心が読めない。落ち着いて、メルは瓶を見つけたって叫んでるだけよ。そうじゃないと思うわ。観察してみる。どうしてくるくる回ってるの？パドルを一本しか書かなかったからかな。大変だ、メルは岸に戻れない。ずっと湖で暮らすんだ。全部私のせいね。考えるのよエラ。いいこと思いついた。フォクシー、ロープを書いて。しまった。次は大きな
な釣り竿作戦。うまくいく？もちろん。やった！余計なことしちゃダメだからね。考えるのよエラ。そうだ、またいいこと思いついた。湖の水をなくそう。気持ち悪い、お腹が苦しい。頑張って、あとちょっとよ。水はあとほんの数十億リットルしかないんだから。もう限界。それならいいこと思いついた。いや、やっぱりダメ。だったらでもね、ダメ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 、何にも思いつかないわ。ごめんなさいメル、無理に船に乗せるんじゃなかった。マジックティアーズジェリーズ。え、なに？わかった、橋を作ればいいのよ。さあ投げて。投げよう。果物を伝ってこっちに来て。まさか果物の上を歩いて岸に戻ってって？無理よ。メルだってできる。やった、すごい。やった、本当にありがとう。エラ、私もう怖くない。はい、レディの瓶を取り戻したよ。香水にぴったりの匂いだわ。やったね、貸して。おいしい、貸して。ねえねえ、ちょっとちょうだい。はい。ねえ、全部飲んじゃったの？誰か汲んできて。ねえ、量よし、ジュースの酸っぱさ、オッケー。収穫を盛大にお祝いしましょう。うわぁ、盛り上がってる。まずはアンジーがトゥッティフルッティのみんなを代表して詩を朗読してくれます。イエーイ。桃は大きく育ち、グレープフルーツも実り、リンゴとラズベリーを摘む時が来ました。美味しいスムージーを作るためです。アンジー最高。今週ずっと詩を書いてたの。マジックティアーズジェリーズ。私たちのためにこの大きな絵を描いてくれたベイビーボトルダニのベイビーたちをお迎えください。果物のジュースで描いたのだから、とってもカラフル。ベイビーたちに大きな拍手を。ゴー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 ファンタジー。今年はファンタジーたちもお祭りを盛り上げてくれます。みんな思いっきり楽しんで。マンゴー and peach, a rainbow full of fruits, a flavorful kiss. Oh oh oh, I can't stop. I dance all day long to the harvest song. I can't stop dancing.My feet are going crazy. My little waist can't stop spinning. I can't stop dancing. My feet are going crazy. My little waist can't stop spinning. さあ踊ろう、ベイビーズ。ふぅー、踊ろう。ああ、残念だけど大雨になったので、お祭りは来週やり直します。ゆうべも特に問題はなしっと。止められないよ、軽くして。わー、朝から踊ると元気が出そう。じゃあね、みんな。ゆうべは盛り上がったみたいね。消毒完了。待って、誰も果物のお世話をしてないの？ダンスが止まらない。コンサートが雨で中止になって、あの歌が頭の中をぐるぐる回ってるの。果物を収穫できない。みんなを何とかしないと。
1週間後、ファンタジーは来るかな。コンサートは今夜よ。みんなの頭からあの歌を追い出すにはどうすればいい？そうだ、もっと頭に残る歌を作ればいいんだわ。ピー、ギターを持ってきて、ひらめいた。ピアの言ってた通りね。誰も果物を収穫しなかったんだわ。コンサートで歌を終わらせなかったせいよ。雨であの綺麗な歌を途中でやめちゃったからだわ。かわいそうなベイビーたちはずっと踊り続けるしかないの。頭の中でずっと歌がぐるぐる回り続けてるってこと？最後まで歌を聴くまで。残念ながらそうよ。私たちどうすればいいの？今夜あの歌を歌おう。今度は最後まで歌い切るの。やろう。そうすればきっとみんな元に戻るわ。ゴーファンタジー。お祭りのやり直しです。みんな踊って踊ってベイビーたち。嘘。辛かったのよ。もうびっくりした。